17倍ぐらいの負荷のやつが出てる。1位怖いんだけど。皆さんこんにちは、リングフィットトレーニー多分ひろたしです。そんな2つなのないっすよ。今作りました。でも今映ってる感じ、はい、うん、どう見てもサックス奏者ではない。そうね、そう、今日サックスもないし、サックス要素ない、タンクトップだし、うん、まあいいか。教えてひろりのベスト3。待ってました。はい、教えてひろりのベスト3はですね、我々が最初期に、はい、最初の方にやりましたね、やってみました。ゲーム音楽のやつとか、ゲーム音楽のやつとか、はい、やってました。動画の久々のこの教えてひろりのベスト3ですが、はい、本日はあのこの格好を見ても分かる通り、はい、筋トレ編でございます。はい、最近ですね、あのひろりが、まあ、好んでやっているとか、あのおすすめだよとか、もう何でもいいので、あのこのトレーニングいいんじゃないかっていうベスト3を、紹介してもらうというような内容でございます。はい、一体どこにジムがあるんでしょうか。いやもうね、この動画を、この動画をっていうかこのチャンネルを見てる人は大体ね分かってるんですよ、うん、あの自分が求めてるものは一切毎週投稿されないんですけど、こいつは何やんのかなっていうのが楽しみで、あ、そうそうそう、あの欲しいものがあったら買うけど、ガチャガチャは何が出るか分かんないから楽しみみたいなのがあるじゃないですか。なるほど。だからね、多分ね、このチャンネルを見てる人はもう大体みんなガチャガチャ好き。一応ね、サックスのチャンネルなんだけどな。早速第3位からお願いします。はい、第3位は逆立ちです。え？逆立ち？はい、逆立ち。逆立ちって筋トレなんすか？うん、まあ、バランスがメインですけれど、言ったら体幹のトレーニング、歩いたりする、逆立ちの状態で歩いたりするような状態は結構腕の筋肉を使ったり、まあ、腕、肩、背中使ったり、結構全体的に使う、まあ、トレーニングというか運動というかなんですけれど、結構壁に向かってこう逆立ちするんじゃなくて、壁なしですよ。壁なしなの、はい、もう本当に逆立ち状態で、で、まあ、耐えれるかどうか、まあ、15秒20秒ぐらいはこう、ちょっとヨタヨタしながらですけどね、はいはいはい、保てるようにはなってきましたね。怖っ。なんでなんでそれぐらいできる人多分いるよ、普通に逆立ちは。いや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 、みんな日常生活で逆立ちするの？いや、まあみんなはしないんですけど。やばっ。ちょっと今日、あの本日のこの動画、はい、教えてひろりのベスト3筋トレ編、なんか私のイメージだと、あの腹筋やりますとかぐらいの、はい、腕立て伏せですみたいなのをちょっとイメージしてて、一発で逆立ちと思わなかった。そうです。そんな変かな。いや、まあ変っていうか、まあ腕立てって言ったら、その、うん、壁に向かって倒立、逆立ちをして、その状態で、うん、あの腕立てみたいなこともたまにやってますね。いやいや、一緒にやんないのよ。逆立ちがまず大変だし、腕立て伏せも大変なのに、はい、一緒にはやらないのよ。あとそれの派生で3点倒立から腕の力だけで上がる練習もしてます。何の練習してんの、日常。筋トレですね。筋トレですか、はい、そうですか。ということで、第3位は逆立ち。逆立ちでした。はい、では続いて第2位をお願いします。はい、第2位はディップスですね。これはもしかしていつぞや紹介された邪魔な棒ですか？はい、邪魔な棒2つ使ってやるやつ、はい、2つの棒をバーにこう掴んで、はい、うん、この上で腕立てをする、腕立てをする、まあ、腕立てっていうか、はい、要は宙に浮いてる状態なんで、うんうん、腕立てより負荷が高いっていう平行棒ですね。だからオリンピックでやってるやつ、はい、平行棒とかと、はい、何でしたっけ、アンバじゃなくて
ああそうですね、ああいうタイプの、もう腕の力だけで全体を支えて、まあ腕っていうか胸とかなんですけど胸とか背中とか。あ、そうか、あれは胸の筋肉。まあでももちろん腕も、ね、はい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 、最近だと、うん、マックス30回ぐらいまでいくようになったんで、まあ1回こう限界までやって、はい、あと10回ゆっくりを 2,3 セットやって、まあ限界までやるみたいなことして風呂に入って寝るみたいな感じのが習慣ですかね。まあ3位もそうだし、2位もちょっと私の想定の17倍ぐらいの負荷のやつが出てる。1位怖いんだけど。1位まあまあしんどいっすよ。あ、そうですか、はい、じゃあいきますか最後、はい、じゃあ1位の発表をお願いします。はい、1位は懸垂です。で鉄棒にぶら下がって上がるやつ。そうそうそう、上がるやつね。え、あれ 家でやるんですか。それもリップスバーを使って、はいはい、まあ、もちろんあの足は伸ばせないんですけれど、はいはい、足はちょっと折りたたむというかあぐらみたいな状態にして、はい、掴んで、やって、家で懸垂する、はい、でこれもまあ基本的にはリップスとやり方は一緒で、はい、大体マックス20回ちょっとぐらいなんですけど、20回ちょっと限界までやった後に10回を何セットかみたいな感じですね、うん、ちょっともうこの辺でね、はい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 、曲げたとこからまた元に戻るみたいなことを、はいはいはい、それはその定期的にやってるんですか。あ、そうそう、あの、はい、リップスと懸垂と、うん、はい、まあ、逆立ちは入ったりするけど、うん、1日交代みたいな感じで、これがローテーションしされてる、はいはい、そうすると、うん、あのリップスも懸垂も、うん、中2日でできるんですよ。ああ、はい、なるほどね。まあ、中2日ってことは72時間入ってるんで、まあ、筋肉1回こう疲れさせて、はい、痛めつけて、それを休ませて、72回休ませて、はい、まあ、超回復を狙って。なるほど、はい、まあ、これをね、参考に、もし参考に、そもそもリップスバーないとできないんだよな。どうですかね、このチャンネル見てる人だと、さすがに家にサックスある人の方が多いかな。あー、それも難しいか。あ、リップスバー買うのとサックス買うのだったら、リップスバーを買う方がハードルは低い。あー、なるほどね、なるほどね。5000円から買えます。おー、サックスをもし買う場合はぜひヤマハの10万円ぐらいのやつから買ってください。なるほどね、わかりました。ということで、あのこの動画を見ている方でね、あのもしサックスを始めたいなっていう方はそのヤマハのものを、はい、でサックス始めたいけどちょっと値段が張るなっていう方はティップスバーを。どうしてそうなっちゃったの。まあどちらか好きな方をね、ちょっと購入して一緒にチャレンジしてみていただければと思います。そうですか、そうですね、はい、ということで本日は、いやちょっと待ってください、これ私いいこと思いつきましたよ。いやいや、ちょっと待って、急に何。いやいや、ティップスバーがなくてもサックスがなくても楽しめる方法思いついたんですよ私。あ、そうですか。てか画面切り替わってないですか。いや、そう、いきなりね、ちょっと画面切り替わって見てるみんなびっくりしてるかもしれないですけど、なんと明日の7時から、はい、はい、なんと我々生配信をやります。ふぅー、ふぅなんとですね、この佐藤ひろとしチャンネル、あの先週出しました動画、1周年記念の、企画の一つとして、明日ですね、11月10日19時から21時で、はい、生配信をやります。はい、これであれば、はい、はい、これであれば、ティップスバーがなくてもサックスがなくても楽しめると。はい、そうですね、見るだけですね。最高じゃないですか。ですのでぜひ、はい、遊びに来ていただければと思います。はい、あの皆様来ております。はい、基本的にはあの我々2人で生配信2時間ですね、お届けできればと思いますが、はい、これね、もしかすると例のあの人が遊びで出てくれるかもしれない。あの人とか、あの人とか、あの人とか、あの人とか ね、あのこの動画の概要欄に、明日の配信用の URL がもう貼ってありますので、
はい、そちらから、チェックしていただいて、明日の夜7時からぜひ遊びに来ていただければと思います。はい、11月15日、7時からですね。よろしくお願いします。はい、はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。せーの、パワー。分かんないな、見てる人、今のやつ。